さあ、それではいよいよスタートができたようです。2007年 D1 グランプリラウンドフィックスインオートポリス、まずは1回戦単走シード選手からのスタートということになります。この戦いの中で川端のチャンピオンの決定が少ない中ですが、あるんですが、川端正人真横向いてる、ガキッと振ってきた、195キロでガキッと振ってくる、いきなり来た、見せます。1本目100点、逆転だ、いきなり出た、この角度、ちょっとアクセルパコパ パコパコでしたけど、とりあえず曲がりました。なんてなんつった、続けて出てきて2番がスタートしていきました。熊本の虫毛、まだまだチャンピオンを狙う、初優勝が欲しい、この463、このエンジンは550馬力オーバー、これも角度をつけてきた。さあ、前回投入した新車とは思えない走り、これはギリギリ、これはギリギリ、きっちりアウトライン持ってきた、これは決めた、100点、熊久保も負けてない。川端が1ポイントを持っていくなら、熊久保の牛毛もやはり100点1ポイントもぎ取りました。今のいいでしょう、100点出ました、いいべ今の、まあいる、あとはもう遊ぶわ、別に100点は出たら出たでいいし。さあ大丈夫、さあ、デッケン3番です。あー、ロータリーサウンドが聞こえてきた、アリーヤマミヤ FD の500馬力オーバー、末永雅夫の1本目はどうだ、おお、これも角度つけてきている、この辺のスピード角度も綺麗です、セルも綺麗、194キロでアウトライン、ここもあともうちょいか、要所要所でほんのちょっとずつなんですよね、あとちょっとスピードみたい、ダメ、今の良かったのに。さあ、続いて鉄拳4番です、野村健 ER34 ブリッツスカイライン530馬力、1本目、この野村健はどういった走りを見たら、きた、角度ついてる、角度ついている、さあ192キロ、スカイラインで190キロオーバーしてきた、アウトラインもギリギリ、いったいった、さあどうだ、100点あった、100点。さあ、続いて鉄拳5番の手塚剛です、前回は3位、ポイントも重ねている、堂々とランキング5位。さあ、この手塚もいい角度をつけてきた、197キロまで上げてきたぞ、手塚もスピードを上げてきた、上げてきた、アウトラインもぴったり、アウトラインもぴったり、煙を上げて立ち上がっていく、197キロ、100点、いや手塚も100点だ。さあ、続いてスタートは SR ターボの86です、320馬力は日比野哲也、いやこれも角度上げ近く、ちょっと戻った、いやー、そしてコースアウト、セピンです、ノーポイント。さあ、続いて鉄拳7番の内海明典です、ベテラン内海、本当に久々にこのシードに戻ってまいりました、おお、いい角度できた、いい角度できた、これで190キロ、そして振り返していく、さあこれも綺麗に持っていく、ベテラン内海明典、さあ来たぞ、鉄拳8番黒井だ、黒いイリュージョンの始まりだ、まずは1本目、さあどう出る、ケツから来た、ケツから来た、この角度すごい角度、197キロでの角度、さらになんかをやってるけど、なんかやってるけどよくわからない、この男は。さあ、続けてくるのは、さあ Z です、今村陽一です。さあ、今村陽一が侵入から煙が出てくる、このスタイルは非常にいいところ、しかしちょっとアウトラインが余った、ちょっとアウトラインが余った、チームムーブエース1号480馬力さあ、ベテラン平岡、いぶし銀座岡の1本目はどうだ、綺麗に、あー、ちょっと乗っかってきたか、ちょっとかなりインカット気味で来たぞ、さあ、ここはアウトラインを落ちに行きましたけれども、ちょっと攻めすぎた。運転 ZT78 タービン700馬力オーバーの JZX100、 さあどうだ、綺麗に取ってきた、200キロ、振り返して、さあこれをまとめないと、斉藤大吾後がないけど、これは乗っけられた、わー、ちょっと戻った、最後ちょっと戻りましたけど、綺麗にラインを乗っけていきました。この男、とにかくこの男はっきりしてますよ、うん、最高速狙いに来ましたって言ってましたから、もうドリフト競技だというのに。200キロいっちゃうよ、205キロにしとこう、危ないからね、うん、さあ、04マシンが出てきたぞ、ゼッケン12番猪瀬徹の S14 750馬力、さあものすごい加速で飛んできた、いやー、それでも角度をつけて煙を206キロ、ものすごい侵入で、それをコントロールしている、サクサクはしているけど駆け抜けてった、恐るべし猪瀬徹、D1 に来たんじゃないからね、
直線番長の企画をわざわざやりに来たからスピードが出ればよしとしましょうか。さあ続いてスタートするのは昨日の予選第2位ゼッケン22番の上野貴博、もちろん30ソアラ650馬力、ここもパクーンとロングで角度をつけてきた、クリップ取った、振り返した198キロこれは綺麗だぞ。さあアウトラインに、おお乗せてきたけど乗せすぎちゃったかな、うーんどうだこれは100点だ、あギリ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 、いや100点いっちゃうよ100点。続けてピンクの S1 号がスタートしていきました。このマシンも D1 マシン600馬力を超えている。昨日は予選第3位、角度いい、いやここも角度をつけてきた、スピードも高いぞ。さあ振り返して197キロ、さあこれも綺麗だこれも綺麗だ、ちょっとアウトラインが余っていたか、いやしかしそれでも50歳男岡村和義やるね。緑の86が動き出しました。 13B ロータリーターボ、さあ聞こえてきたこの音、バキーンと蹴ってくる、一角が入った、うん、一角が入った、一角が入ってアウトラインもちょっと余った、おー近く日の丸、おー日の丸、日の丸出た、やっぱり蹴り進入ですかね。ゼッケン20番は佐久間達也、チーム東洋ドリフトの一員。さあ決めることができるか、かなり手前から合わせてきた、合わせてきた、さあこれは合わせてきた、どうだ、あとはラインに乗せれば、ラインに乗せればアウトクリップ50センチ足りないかな。上尾勝弘 S1 号の1本目に入ります。さあ上尾もかなりロングで角度、あインカット、インカット、パイロン飛んだ、うーんこのパイロンを飛ばしてきましょう、ダメだアウトラインも余ってるぞ。パイロン飛ばすとこまで入んなくてもいい、あんなにクリップそんなに遠赤乗るほど寄らなくても多分旗上がんないからさ、気にすることねえよ。さあ続いてくるのはゼッケン17番高取道博、かなりテールからスーッと入ってきた、テールから入ってきた、煙を上げて、そして194キロの進入と、この煙とこの角度と、これもなかなか高取まとめました。水原たちからもちろん久々にねこの決勝日に登ってきたわけなんで、ぜひ頑張りたいところ。 S1 号430馬力、うわちょっと流されたかな、流されたちょっと流されたかな、今1コーナーの飛び込み、その流されが若干あった。世界一のベロッサ乗りと言われています、もちろん多分世界で広田ぐらいしか乗っていないのかもしれませんが、うん、飛び込んできた、バキンと角度をつけて、角度をつけてクリップを取った、振り返して190キロで入ってきた、振り返してきてアウトライン、綺麗に乗せる、綺麗なラインでベロッサ広田持っていきました。アレックス8 13B ロータリーターボは500馬力オーバーです。久々のまたしてもこの決勝日、さあどういった走りを見せるか、角度はまずまずだ、ちょっと流れた、うーん187キロやはりちょっと流れました。その後の新水石前はいいんですけれども、やっぱり茶さん190キロ台には乗ってこないということですよね。さあ来ました、都市キング吉岡都市キオートポリスマイスター、この男が NA300 馬力の86でどういった走りを見せるのか、バキーンと来た、さあどうだ、角度をつけている、191キロ、これが86の走りか、ファンタスティックギリ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 、ファンタスティック、またも上がった、100点、100点だ、ファンタスティック、蹴りだよ蹴り、すごいわ、あのパキンとした進入と、ね、そして速度、じゃあさあのいくらノス入れてるとは言っても NA ですよ、あれ、うん、さあ続いてゼッケン37番の岩井照義、さあちょっと浅い、あインカット、インカットだな、これこれはインカット、小さい、そして小さい、これは完璧に岩井照義、ここは失敗と言っていいでしょう。さあ続いて同じくベテラン荻野美咲、綺麗、かなり手前からロングできた、ロングできた、そして198キロはいい進入です、アウトラインが若干余りました、しかしこれ荻野目悪くはないですね、 いやいいですよこれ、はい、さあ続けて県41番の藤中学ぶ、四国からやってまいります、この藤中、さあこの男率を得意するところなんですが、うーんやはり飛び込みで、皆さん飛び込みで失速気味なんですね。続けてゼッケン13番小諸健作、 4AG ターボ380馬力、小諸はどうだ、あ流され た, 流された、ちょっとまた奥目に流された、あ戻った戻った、失敗失敗、やめた、小諸健作やめた、馬人1号時田正義、エムザクト12ソーラ550馬力、きっちり来た、193キロ、なんとこの車で193キロ、アウトラインも取っている、さあどうだ、綺麗に持ってった、これが馬人1号時田の走り、綺麗なんだけどな、迫力はその昭和の車に免じて何とかしてくださいよ少し。
ゼッケン31番ロータリーサウンドは FC400 馬力高山健二、スーッと来て振り返したところで踏めないスピン、コースアウト、コースアウトです。ゼッケン39番の野沢拓海 S14 430馬力、さあ野沢、ああ流された、1コーナー旗が上がります。192キロの進入であったとしても完璧にクリップを外してしまいましたらこれではダメです。 2JZ 530馬力高橋邦明ロングできた、うまくクリップは乗せてくる、一回して、さあここはここは綺麗にギリギリちょっと戻った、戻ってしまいました。さあというところで1回戦は無事全て終了ということになりました。天気の方もね、本当に日差しがね強いんですけれども、いよいよ今回の D1 グランプリは佳境に入ってまいります、はい